しいですね。はい、よし、いくぞ。さあ、始まりました。第2試合、木村伊藤田氏の映画で見て卓球町20分一本勝負、木村伊藤田氏の日向組 VS 矢野トーランバイスーパーキリアンマシン組ということですね。来ましょう、来ましょう。先ほどからというのはこのタッグマッチなんですが、タッグマッチの見どころといえばやっぱ仲間が1人増えたということで、まあ、少し多少技を食らっても仲間が助けに来てくれるという、プラス仲間で仕込みできるというのが、ね、まあ、ちなみに今のはあのロープに当たって少しなんか止まったんですけど、どういったルール、はい、あれはロープブレークロープブレーク、はい、相手が関節技もし触れている場合、ロープに触れていたら相手攻撃できない、また攻撃しないときに攻撃をやめなければいけないというルールがございます。そんなにやってなくて大丈夫です。すいません、息が持ちませんでした。すいません、もう、いやいや、大丈夫です。ありがとうございます。まあ、この坊主の2人が青コーナーで本日デビュー戦です。そうです、ちょっと見分けがつきにくいということで、ですね、ほぼ一緒、身長も結構一緒、はいはいはい、一緒ということで、ちょっと違いを見つけたいところですけども、そうですね、こっちから、はい、もうライトの光で頭を引っ張って真っ赤になることになります、はい、いや、ちょっと僕らも判別しにくいんで、はい、あのどうします、これ、どうしましょうかね、はい、これあれですね、なんかもう頭の形がちょっと違います。違いますよ、はい、そこから行きましょう。すごい、はい、今出てるのが、はい、タッシュヒューカーです。タッシュヒューカーです。なるほど、なるほど。そして赤コーナー変わりました。スーパーキリアンマシンから矢野トーランバルということで、こちらキャッチコピーがピーチボーイということで、ピーチボーイ、これはちょっとあれですブラックな話になるんですけど、はいはいはい、この男あれ珍しく、人では珍しく、はい、あれモモアレルギーと言われてる、モモアレルギー、はい、あれあれで人生で3回ほど山頂川を見ているという、なるほど、ピーチボーイとなりました。あのあれですね、あのバイト先でお疲れ様ですって言ってこう水を渡されたら、それが桃の天然水でぶっ倒れたの、はい、なかなか貴重な体験持っております。あっさされるという、頑張ってください、頑張ってください、頑張ってください。正直こんな面白い話持ってたら死ぬまで酒飲めますよ。そうですね、間違いなく酒のつまみに持ってこいです。おっと、ここタッシュのフィルがなんとか青コーナーキムライトに助けを受け渡しました。キムライト選手ですね、はい、今タスキっていうキーワードを送ったんで補足しておきますと、はい、高校まで陸上をしていたという、陸上、なるほど、はい、種目は競歩だったと。競歩、競歩、競歩、あのちょっと早歩きみたいなやつですか。いやいや、早歩きって言ったら競歩選手が好きなんです。はい、はい、あの、まあ、競歩ですね、競歩、はい、歩きを競歩、歩きを競歩、はい、なるほど。おっと、リング上、まあ、そろそろリング上行ってみますか。そうですね、余談が過ぎるんで、はい、戻りましょうか、ね、しっかり解説の仕事をしましょうか、ね、そしてピーチボーイこと矢野トーランバイが、あの桃屋の髪型、そうですね、赤っぽい、はい、そしてこの、あの頭の輪郭が、木村一斗ということで、はい、はい、いい感じの円形を描いているのが木村一斗。ただ今木村一斗選手が、矢野トーランバイ選手を上を取ってる、はい、はい、そして左足を攻めていく。さあ、この連発で矢野を入れていきます。やはり気合が違いますね。そうですね、デビュー戦ということで、おっと、ホール、ドン、ドン、これはなかなかここカウント出してくれますよ。はい、カウント1ということで、はい、あと相方がいるとなかなか安心感があるんじゃないですか。そうですね。さあ、ここは矢野トーランバイのネットロックでございます。矢野トーランバイ大丈夫か、このまま何をするのかということですよ、もうね、はい、さあ、腰投げからのネットロック外しませんね。もうやはり1年の違いがありますからね、はい、先輩として技の多さなど立ち回りなど、そうですね、ここら辺を学んで、はい、まあ、この試合でいい感じ経験つけていってもらいたい。あ、でも実際モモアレルギーでちょっと1ヶ月ぐらいちょっとあの欠場したんですよ。そうなんですよね、はいはい、そこはブラックがあるのチャンスじゃないでしょうか、はいはいはい、そして出てきた赤コーナーのスーパーキリアンマシン、はい、早速ハゲにエルボ落としていきます。はい、いや、ハゲ、うん、はいはいはい逆にスーパーキリアンマシン、もうこの毛のふさふささ、はい、いかにもデビューする人間への冒涜かのような、そうですね、はい、あれですよ、2日前の勝ち試合始まる前日にパーマを当ててくるという、7800円、あれが7800円、髪型が上がった方向を見てますよ、7400円の指摘がありました、はい、申し訳ありません、すいません、もうお客さん申し訳ありません、7400円のプラス商品、はい、はい、おっと、こちらやはりスーパーキーナーの星3年生ですから、はい、持ち技などはやはり引き出しの量が違うということで、そうですね、ここら辺、まあ、スーパーキーナーの選手相手の体をひねっていくような技が得意となっております。さあ、ここ返していくよ、あ、こちらが、いや、
金村君、やはり気合がすごいですね。そうですね、いい声出してますね。はい、あの正直さっき頭の形とか言いましたけども、はい、パッと見たらやっぱり分からないです。分からんす、分からんす。はい、まあ、今は金村愛斗選手ということで、はい、はい、おっとこちら腕を取ってスーパーキロどういう風に返していくのかということで、そうですね、今です。さあどうこう足を取って、はい、ひねってた、早速ドラゴンスクール、ひねってた、ひねってた、足は、はい、逆方向、あっちは回ってないですよね。回らない、基本的に人間の足は前か後ろにしか行きません。そうなんですよ。それなのにその、なんか人間の設理をもう初めからこう裏返すような行動、よくないと思います。ここまでキッチンで動くよ。今の分かるでしょうか、この痛み。基本的に2人出たらダメなんですよ。そうですね、1人ですからね、はい、マッチであっても、まあこうタクマッチでお互いの力を合わせ連携が攻撃していく、はいはいはい、目を盗んでやっていくあたり、はい、やはり赤コーナー先輩であることがやっぱり分かりますね。はい、そうですね、それは今ですね。さあ今足を徹底的に絞っていってます。はい、赤コーナー、はい、さあここ連発ですね、痛そうですね、西も。はい、ちょっと金村愛斗選手が捕まっているような感じですけども、おっとカウント2。あの先ほどですね、はい、金村愛斗選手がもしあの解説とかで僕をいじるときにっていうことで、あのなんかカンピングペーパーみたいなのくれたんですよ。カンピングペーパーですか、優しいですね。そこに書いてあるのが剣玉検定3段取得って書いてあります。謎なんか剣玉検定がそもそも持ってるんですか。本当ですよ。はいはいはい、ということで金村愛斗選手、おっと、ここはカウント2。あと、剣玉検定って言いまして、自分はあれですよ、料理検定4級持ってます。はいはい、キュウリの早切りですよ、キュウリの早切りでございます。おっと、こちらまた2人優勝台。さあ、ここ連携、おっと、最後ステップエルボー、大丈夫か、キムライト。お、大丈夫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 。おっと、カウントは2。もうもはやここ根性で乗り切ってるところでしょうか。そうです、根性で、やっぱメイト根性とそれだけでございます。やはりタックマッチ、こういったあのタッチワークですね、はい、次々変わっていくような、そういったワークがうまくできないとやはり勝負には勝てないということです。さあ、クロッキーラ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 ッキー。さあ、先ほどからちょっとあれですけど、木村選手がまた捕まっているようなんですが、ここでうまくキューバー選手タッチしてほしいですね。さあ、あとが上がるのか、上がるのか、上がるのか、おっと、上がらない、耐える耐える、上がるのか、上がるのか、おっと、取れました、決まっていきましたね。そうですね、今のはちょっと解消しちゃったんですけどね、なんかなかなか体格もちょっと違うんで上げづらいでしょうか。おっと、ここ意地で戦ってほしい、キムライト選手、おっと、ラッカー、おっと、ラッカー、ラッカー、ラッカー。さあ、お客さん、応援よろしくお願いします。頑張れ頑張れ頑張れ。え、もうここまでやられると、本当なんか頑張れ、いかがでした。いや、すごい、よく見ました、いいですね、ありがとうございます。いや、もう4月からずっと見てきてますからね。そうですよ、自分たちも可愛い。おっと、そしてようやく出てきた、私のヒューガー。さあ、どこ何を見てるんですか。いやいや、仲悪いですよ。仲悪いですよ。タッチのフィルガとは中学1年からの仲。そうですね。はい。はい、でも子供あれですよ。フィルガ選手が、はいはい、リート選手が、はいはい、スポーツ自転車で、かなり駆け離れて、ちょっと痛いと超えてる時。おっと、ネックブリーカー、ネックブリーカー、素晴らしい技。ほう、ワン、ツー、オッケー。おっと、カウントラッツ。ネックブリーカー、はい、デビュー戦からしていくと、なかなかいいですね。なかなか今度触ってますよ、これ。さあ、もう、お肉が回り、もう、少し入る。だいぶ気になるぞ。うわぁ、もう、やめないと、やめないと。さあ、どうぞ、さあ、回って、やめて、やめて。さあ、ここで赤コーナー。矢野トーランパイ選手、リング上に上がってきましたけど。曲がらない、まず曲がらない方向、さっきも言ったんですけど、曲がらない。ですよ、いや、本当に。さあ、どういうこと、先輩の方が足やるつもりなのか。なるほど。こいこいこい、なるほど。おら、いけいけいけ、最近という声が聞こえます、頑張るか。さあ、どうぞ。うわー、ライブファイブ、これはやるぞ、ライブ。さあ、もう、ライブ
秒勝者矢野東南梅。やはり先輩の金たかし。いや本当ですよ。いやこれやはりその気合というか根拠というか気迫というか4月から今まで頑張ってきている彼らの熱はここにしっかり持って届きました。本日デビュー戦キムライト各種の優雅にもう一度大きな拍手をお願いします。ありがとうございます。さあ、ここで